どうもラジオ始まりました。はい、どうもよろしくお願いします。おはようございます。ありがとうございます。ついにこの日がやってきましたね。やってきました。本当にね、1年間待ちに待った。待ちに待ってたね。秋祭りですか。はいはい、来ました。どうしたの、あーちゃん、どうしたの。バンバンしてバンカー。平成最後いろんな記念が今年はありますからね。もうブリッジも10周年、あなたも誕生日。あ、俺誕生日。いいのに乗ってんね。今日調子いい、今日調子いい、やったね、テンションですね。いいバースデーにしよう今日は。ねえ、もう皆さんね、陣取ってすごいですよ、この西と人々。だって6時過ぎぐらいに着いた時にはもう並んでる人がすごかったですからね。すごいっすよ。この10周年のブリッツ戦、過去最強と言われてますけども、うん、このロードの方でのメンバーももう決まってんですよね。ね、決まってるでしょうね。はい誰でしょうね、去年の決まってるでしょうね。アメザワとマスダは絶対出るじゃないですか。まあまあまあ、わかりますよ。で、ユズルはもうほら職人で、そうですね、もうほら必要ですね。誰もがわかるじゃないですか、ユズル出るのは、はいはいはい、あとは、岡そっからもうあとはそっから岡強いですよね。はい、リュウ、あー、リュウ君もね。そうですね、はい、島も大事なメンバーのいいの？わけないやろ。でわけないやろ。直しないってどこですか？わけないやろ昔。こうじゃないですか？おのでら。あじゃねえよ。おい CM。あとやっぱり地元勢としては、はい、ボイチーム。ブラーゼンも、うん、そうですよ。やっぱ頑張っていただかないと。まああのまあトレック、はい、ロット NL ユンボ、この辺りはやはりタレント揃いですし、まあ特にねロット NL はかなり力入れてますね。今回。去年あのジャパンカップ初参加といいますか来て、ええ、まあ、かなりいい走りをしてるんですけども、はい、まあ、ビアンキさんのブースもたくさん出ているんですが、うん、やはりこう日本のマーケットというのをしっかりと考えていて、そういった意味でも彼らはここでの勝利というのは結構大きいんですよ、チームとしても。じゃあそのもう後ろにいる人たちもみんな含めてバックアップも含めて本気で勝ちに来てる。あ、ちょっと怖いですね、はい、ね、怖いです、ね、だからワールドツアーチームももちろん優勝候補たくさんいるんですけど、実はそれ以外のダークホース的なところは今回多いんですよ。でさらに人数が増えてます、ね、だから何が起こるかわからないジャパンカップ、でそしてその何が起こるかわからないのを起こすのが宇都宮ブリッツ戦だと思う。出ました、はい、期待してますよ本当に。そして僕たちもこの後、はい、何を起こすかわからないファンの皆さんとどうコミュニケーションするか。まあまあそうですね、はい、一応予定表はもらいましたけどね、はい、あの通り行くかどうかわからないですからね。そうです ね何が起こるかわからないのがライドオンですから、はい、ライドオンです。山頂で滑らないように、はい、皆さん待っててくださいね今回はジャパンカップでライドオン。パンパンどこ行った？パンパン言うの忘れた。あとパンパン。ロードバイク番組ライドオン。10月に宇都宮市で開催されたアジア最高峰の自転車ロードレース、ジャパンカップサイクルロードレースを現地リポート。今年は秋晴れ。会場となった宇都宮市森林公園にはおよそ8万2000人のサイクルファンが詰めかけ、朝から熱気ムンムン。では早速メーカーブースのリポート行ってみよう。ちょっと世界のメリダー、世界のメリダー、おなんで腕組んでんだよ。いいじゃないノリノリだ。ちょっと同伴みたいな感じ。いや今日も調子悪いんですよ。調子悪い。その声で朝一で声出てます。我々より出てますよね、これね。ちょっと飲み足りなくて早速目の前には2019年モデルが並んでますよ。ちょっとやっぱり成島さん、はい、もう時代はディスクブレーキですね。もうディスクしかないですね。ディスクしかない、ないことはないでしょ。ですよね。どう見ても、まあ、両方あるから。うちはありますけど、ありますけど、やっぱりもう時代はもうディスクブレーキでも。そうなんですね、流れはね。そうですね、今日はね天気がいいんですけど、はい、やっぱり天候が悪い時とかにはやっぱり制度性が非常に高まりますんで、はい、またあの女性とか の、はい、その力のない握力の方でも
軽く握って、ね、下り坂とかもいいですね。じゃあレイちゃんなんかぴったりじゃないですか。坂とかね、やっぱ握力ないから、うん、辛くなっちゃうんですよ、ね。いや、ちょっと待って、もらう気満々じゃないですか。いや、ね、今年はブラックの、はい、にしてですね、非常になんて言うんでしょう、見た目シャープな感じ。そうですね、ありまして、ちょっとゴールドラインですか、はい、横バッテリー入って、ね、まあなんか聞くところによると、はい、その塗装を変えたことによって約 20g 軽量化されたという、やばいっすか、はい、6.8kg、 じゃあもうあれですね、 UCI のまあ、バイクの重量はもうギリギリもう完全に、むしろちょうどいいぐらいですね。 6.8kg 以下に我々落としちゃいけないんで、ぴったりなんで、これがぴったり、バランスがもう一番いい状態です。すげえ。それでディスク、ディスク、せーの、パンパンジャパンカー、メリデブースから。さあ続いてはルコックブースやってまいりました。ルコック、そしてなんと、はい、特別ゲストにこちら、はい、小野、あれこれ小野寺ライダー違いますね。阿部のライダーですね。阿部のライダー君。阿部さん、阿部さん、阿部さんですね。はい、そうなんです。昨日の今日で阿部さんですね。はい、はい、そうです。阿部です。何やってるんですかこれ。あの仕事ですよ。仕事。あ、これいいじゃないですか。可愛い。可愛い。え、これ限定なんですか。限定ですね、宇都宮限定ということで、ね、あのなんかすごい店員さんっぽく聞いてますけど、はい、本人あまり分かってない。色はほら、色は3色でしょ。しかも宇都宮ってちゃんと書いてるんですね。ほら、宇都宮って書いてるよ。え、これ3人で来たい。来たいですね。3色ありますよ。ちょうどいいじゃないですか、これ3人で来たら。せーの、パンパンジャパンカン、ルコクよろしく。さあ続いては JK ガールズ競輪ブース、はい、ちょっと雰囲気がね、そうですね、ちょっと渋めの、はい、モア系です。しかも大さん、はい、なんですかこの美女2人、ね、今回は選手ではございません。これもしかして JKA48 の神7の2人ですか。JKA まだそのユニット作ってないです。あ、作ってないですか。作ってないですけども、今日ここで MC をやってくださってるお二人でご、はい、自己紹介お願いします。はい、相田美優と申します。よろしくお願いします。美優ちゃん、美優ちゃん、青木じゃないです、相田のみゆちゃん。みゆちゃんね、青木さんじゃない方ね。そしてはい、寺島あかりです。よろしくお願いします。あかりちゃん、あかりちゃん、もうね、ここ日陰なのに明かりがあるね、これね。必死かよ、ね、自分のタイプは先行かまくりか。自分のです、はい、好きな方、ま、好きなじゃなくて自分の方。自分は先行ですかまくりですか。それで言えば先行、先行タイプ、あ、エースタイプか。あ、先行と見せかけまくりか。こちらのブースでは、はい、本当にあの開催中のレースを見ながら皆さんで一着を当てるという予想ゲームをやってます。実際どこかの今、そうです、はい、競輪場でやってるレースをここで見ながら、はい、見ながらその場で一着予想していただいて、はい、一着当たった方に、当たった方に素敵なプレゼントを、素敵なってもらいたいときでね、飴、はい、がもらえたりとか、飴ちゃんとかね、ステッカーがもらえるとか、うん、そういうことでしょ。当たった方の中から、はい、さらに抽選で1名様にこちらのサイクルジャージ、はい、サイクルジャージを、えー、これもらえちゃうんですか。これはちょっと渋いですよ。当てたい、めちゃくちゃ当てたい。というわけで競輪バーチャル一着当てクイズに挑戦。お姉さんにポイントを教えてもらい、いざ一着を予想。僕は一番の伊藤選手です。私は5番の柏村選手ですね。僕は3の黒瀬さんです。レースが始まるとやっぱり興奮を抑えきれない。やっぱ、あ、伊藤さんダッシュすげーな。すごい、あ、5番の柏村さん。柏村さん晴れてます。柏村さん、黒瀬さん、黒瀬、黒瀬、4番高い、させ、させ、なんと大事が的中。自転車レースってロードも競輪も面白い。皆さんもぜひやってみてね。レイのミアサイクリスタ。さあ今回は真岡店からお送りしていきます。渡辺さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして宇都宮ブリッツェンからマトリ選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。
シーズン振り返っていかがでしたか？そうですね、今年は本当に22戦中10勝っていう形で、うん、本当に勝ちの多いシーズンで、うん、チームの、J プロツアーの総合優勝も取れたので、うん、本当にいい年だったなっていうふうに思います。さあ渡辺さん、今回はなんかかっこいいバイク並んでますね。はい、はい、今回こちら2台は2019年モデルの新しいモデルですね。お、新モデルですね。はい、ニューモデル紹介になります。でいよいよ、まあ、シクロシーズンも始まるというところで、今回は主にあのダート、まあ、グラベルを、うん、ターゲットとした自転車を2台紹介したいと思います。まずはこちらの自転車の紹介ですね。はい、メリダのビッグセブンというマウンテンバイクになります。うん、なんか大きいですね。はい、大きいですね。はい、これは現在主流のタイヤのサイズが 27.5 インチというのを使っています。あ、タイヤが大きいんですね。タイヤが大きいんです。ちょっと一回り大きく見えると思います。うん、最近自分マウンテンバイクをこうテクニックつけるためにちょっと買おうか悩んでるんですよ。あ、なるほど。そうですね、これおすすめの一台ですね。入りましたよ。もう最近主流になっているディスクブレーキなんですけれども、これはもう油圧がついてます。あの他のメーカーさんだとやっぱり安いのにあのワイヤーの使ったりするんですけれども、これ油圧がついてますんで安心ですね。安心ですよ。はい、荒れた路面とか天候でも非常に安定して効くので、特に初めて乗る方には本当に必要なブレーキです。おお、なるほど。はい、それと前にこのサスペンションですね、はい、こちらがついているのでここが動きますから、荒れた路面の下りなんかでも非常にあのバイクのコントロールがしやすいんですね。はい、すごく楽です。はい、それとハンドルの幅もロードバイクと比べるともう極端に倍ぐらい違うんですよ。全然広いですね。全然違うんです。まあ、これはあのやっぱりあの荒れた路面とかバランスを取ったりするのにはすごく有効で、バランスが取りやすいです。はい、扱いやすいです。このフレームロードバイクと比べるとちょっとちっちゃいですよね。あ、そうですね。はい、うん、下がってますね。そうなんですよ。あのマウンテンバイクって平らなところじゃないんです。やっぱりあの常に登ったり下ったり、うん、座ってこぐことが少ないんですね。やっぱりここが短いとこう振るときに足にこう当たりにくいんですよね。それでコントロールしやすいっていうのがマウンテンバイクなんです。はい、でこの 27.5 インチのメリットっていうのは、はい、従来の26インチと比べると車輪の中心ですねが高くなるんです。はい、そうすると障害物をこう乗り越えるときに乗り越えやすいんですね。中心が低いとどうしても引っかかりやすいんです。中心が上がるとその分スーッと乗り越えちゃうんで、本当に初心者の方でもわけなくもうダートなんかスルスルっていけちゃうんで、すごくあの楽に走れるっていうのがあります。それともう一つちょっと細かいところなんですけれども、はい、このところに穴が開いてるんですね。あのロードバイクはもう最近主流なんですけれども、中にこう通すじゃないですか。はい、で、今まではここが狭かったんですよね。はい、そうするとメンテナンスもしにくいし交換もできないっていうんで、ここはもう広く取ってあります。あえてなんです、ね。はい、あえてなんです。そうすることによって中に入ってしまった水も抜けやすいので、トラブル回避にはなりますね。続いてはこちらですね。はい、はい、フェルトの VR40 という、これはロードバイクに一見見えるんですけれども、グラベルロードというカテゴリーになります。はいはい、はい、要は荒れた路面でも走れるロードバイクって言ったら分かりやすいですかね。うんうん、はい、で一つ特徴的なものとしてはタイヤが太めのタイヤが入ります。そうですね。はい、あ、これ以上太いのが入るんですか？入ります。これ通常今クロスバイクに入っている 28C っていう、まあ、サイズなんですけれども、はい、35C まで入ります。あ、ずいぶん太めのが入るんですね。はい、もう太いタイヤが入ることによってクッション性も良くなりますし、うん、あの対パンク性も上がります。うん、はい、こちらはワイヤーのディスクブレーキになるんですけれども、普通のワイヤーと違って両方こうパッドが動くようになってますから、非常にあの通常のワイヤーと比べると効きはいいです。制度力はいいです。うん、はい、でそれともう一つ、このシートピラーとフロントのフォークですね。はい、こちらにカーボンを採用することによって下からの突き上げを緩和してくれるので、非常にあの衝撃吸収性がいいんで疲れにくく長く乗れます。うん、はい、あと回ったりですし、これちょっとあのロードバイクと比べると、はい、フレームサイズちょっとコンパクトに見えますよね。そうですね、小さめに見えますね。そうなんですよ、これあのトップチューブをちょっと短くしてあります。まあ、5ミリぐらいなんですね。でこのフロントフォークの角度もちょっとだけ寝せてあります。はい、そうすることによってコンパクトになるので、やっぱりあのバランスが取りやすいっていうのと、直進の安定性が増します。フロントが長くなるので、はい、これも同じようにですね、やはりあのダウンチューブのここに隙間が空いてますね。空いてますね。はい、メンテナンス性の向上と水はけ性の向上ですね、につながるようなフレームの作りになっております。最近主流なんですかね、こういうのがね。うん、やっぱアクロを、ね、走るとなると。そうなんですよね。はい、こういったところも重要ですよね。さらにこういう特徴的なのはですね、ネジが通常だとここに
2個あるんですけれども、はい、実はこのトップチューブの上のところにも穴が、珍しい、そうなんです、開いてるんです。これもボトルケージのこの穴の規格と同じなので、うんうんうん、ここに例えばそのフレームバッグをつけてみたりとかいうのもできますし、はい、もちろん2つこうボトルとツール缶とつけることができますので、うん、はい、非常にこう快適に楽しむことができます、うん、意外とあの1箇所とかね、そうなんですよ、多いんですよね、3つつけれるっていうのはいいですね、はい、うん、あの実際最近こう自転車2台3台持ってる方って多いですよね。そうですね、自分だと多い時は 4,5 台ぐらい持って、すごい、やっぱり走る環境なんかに合わせて人を乗り分けたりしてたんで、まあ、その中でもやっぱこうグラベルロードだったりマウンテンバイクだったり、まあ、ダートの方を走るのもまた楽しいと思うので、こういうの買ったらこうやっぱり自転車の楽しみの幅も広がるので、ぜひ皆さんご検討ください。皆さんもロードとは違った自転車の魅力を楽しんでくださいね。オフロードも楽しいぜ。ジャパンカップサイクルロードレース、選手が続々と会場入り。ではインタビュー行ってみよう。さあ GM、はい、ちょっといいですか、我々ここ今取材入って、ちょっとまさかの昨年の優勝者のマルコ・カムラ選手ですよ、はい、ちょっと僕緊張してるんですけど、いや私真ん中で僕喋れないんで、初山選手に通訳をお願いして、通訳代わりに呼ぶな初山選手を去年山岳賞とそうですよ、すいません、なんかいやいや、もう通訳のために来たんで、ニッポビーニファンティーニとしてはあのそこでなんかイチャイチャしてるそうだよ、ニヤニヤしてんだよ、何ニヤニヤしてんだよ、飲んでるクロバーよ今日のレース意気込みを、perché tutti vogliono vincere ma siamo una squadra forte siamo e poi abbiamo il miglior giapponese squadra quindi vinciamo sicuro no diglielo。もちろん勝つことは簡単なことではないですけども、僕らのチーム強いチームですし、うん、あと、まあ、リップサービスですごい強い日本人を2人抱えているので、リップサービスって自分で見つけてもうたそうだから、シティピアチェジャポネラガツジャポネーゼ、わー、レイちゃんいいな、もう帰っていい、やかましい、せーの、ライド。本当にこのね、僕も待ってましたよ、はい、JBCF 宇都宮ロード、ちょっと待って、UCI、JBCF じゃない、 UCI のジャパンカップ、分かりづらい、僕あのね、やはり今年も多くの海外選手来てます、はい、うん、ただね、出場選手数がなんと UCI ルール変更によって120以上になってますので、増えましたね、多分ね、あの UCI ワールドチームといえども、今日はね、もう抑えきれない、うん、チャレンジャーたちを抑えるのができないので、今日はね、こうもうジャパンカップ史上最高の下克上が起きます。下克上、パンパンジャパンカップ、めっちゃできてるやん、めっちゃできてる、安田さん、ちょっとぜひぜひ、もうね、監督今日おしゃれ、かっこいいですね、監督今日ちょっとシャツ着ておしゃれ、モテる気満々じゃないですか監督、いや、おとついもさ、はい、例の散髪を入れてきてた、あ、ブリッツェン御用達のね、なぜか宇都宮で着る、そう、そうかっこいいですよ監督、え、なんてオーダーしたんですか、え、髪はあの10歳は若くして俺が唯一な、救いがあるかなと思ったのは、僕割と天気悪い時多いから、はい、天気悪くなってくれたら、はい、もうほらあの強いところのやつももうえっかってこう、そうですね、心がそうそう心折れてくれたらチャンスあるかなと思ったけど天気はええわやな、はい、客は多いわやな、はい、で客もおっさんばっかりやったらええけどな、はい、こう若いこういうの来たらさ、向こうのやつらも頑張りよるわけよ、そうですね、負けじとそうやん、かなんなー思ってな、あもうこれ俺も頑張らなあかんなパンパンジャパンカッいいですね、ここで10月20日に宇都宮市大通りで開催されたジャパンカップクリテリウムの結果をお伝えします。今年は去年より7チーム多い22チームが出場、大きな集団が市街地を疾走する光景は迫力満点、まだまだ余裕がある、優勝候補の赤いジャージ、トレックセガフレードが隊列を作り、常に集団をコントロールする展開、これはいい作戦見たいですね、そしてファイナルラップ、スプリントに向けた位置取りは激しさを増し、中盤でしっかり力を貯めた
トレックスガフレードのジョン・デゲンコルクが圧巻の優勝。地元宇都宮ブリッツェンは鈴木龍の9位が最高でした。27回目のジャパンカップサイクルロードレース、いよいよスタート。さあ GM、 いよいよですね。スタート10分前、もう選手並んでるんです ね、 ねもうなんかもうね、内臓が痛いです。もう胃を通り越して内臓が痛いです。いろんなところが痛い、内臓が痛いです。もう見てる皆さんも、はい、もう今か今かと期待してると思うんですが、今回はここまでです、はい。もう次回もたっぷりとレースの模様と緊張感をお伝えしたいと思いますので、楽しみにしていてください。ブリッツェンが歴史を変えます。次回ジャパンカップサイクルロードレース、宇都宮ブリッツェンが歴史的なチャレンジを見せる。お見逃しなく。